手話にもご注目ください。お手拍子のほどお願いいたします。それでは良い笑みのご披露お願いいたします。皆さんこんにちは。福島県と東京都で活動しております縁結びと申します。笑顔を結ぶ縁結びでございます。我々昨日の夜中から、東京組は出発してこの盛岡へ目指してやってまいりました。ここのよさこいサンサのイベントがめちゃめちゃ大好きで、ここに来てくださるお客様皆さんが大好きです。我々その笑顔を見たいために、より精一杯の笑顔でお答えしたいと思います。この4年間ですね、踊れなかった思いを我々の笑顔に込めて皆様にお返しできればなと思います。先ほど紹介にもいただきましたように、踊りの中に手話を取り入れておりますので、去年結構ドラマとかでも話題になった手話ですので、あ、そんな感じの意味なんだなと思いながら歌も聴いていただければ楽しめるかなと思います。お手拍子、お心拍子、どうぞよろしくお願いいたします。気をつけ、お客様に